いや、GPT-3 どういうもんかって試してみたくて、OpenAI に使いたいですっていう登録したんですけど、1週間以上経ってから、返事が来て、アカウント作ってくださいなって言われて、それでメールアドレス登録したら、そこのメールアドレスにメール送ったよって言って、それがまた2、3日全然来ないんですよね。で、もう、反応が悪くて悪くてしょうがないんですけど、だああ、から、そうですか。僕はアカウント作るのに多分2、3週間かかって。やっぱそうですか。ただ、アカウントができたらすぐ使えるようになりましたけどね。そうですか。じゃあ、あとは待ってればいいんです。だって、自動メール返信するだけなんで、なんで2日も待つんだろうっていうのが分かんないですけなんど。かあまりにも使いたい人が多すぎて、で、GPT-3 のスラックとかだと、あれ何万人か、もう何万人のオーダーですね。僕が登録した当時。今もっとすごいんじゃないですかね。なんかイーロン・マスクが手引っ込めちゃったから、お金が足んなくて、ろくなコンピューターがないのかなとかいや、そんなこ思っとはちないでゃうしょ。し、あそんれなは、ことはない。だからマイクロソフトが、いや、だからオープン AI はマイクそっロソフか。トとくっついて、で、1000億を出したわけですよね、マイクロソフトがね。だからコンピューターも、あっち側のマイクロソフトの Azure の方使って、てんじゃないかって思いますけど、で、かつ、ね、そう独占使用か。権をマイクロソフトが獲得、するということになってるから、なんと。いや、だからもともとのイーロン・マスクの考えとはかなりずれてきたわけですよ。オープンじゃなくなってきますよね。いや、だからね、いや、これで GPT-3 の話先になるけど、ちょっと10分ダメで、いいやいや、やいや、それでですね、どうぞ。すいません、それで、だからアカウントができたら、もうこの英文打ち込んでやるぞって手ぐすね引いて待ってるんですけども。ですよね。やりたいでで、す。それは、何？やりたいです英語？わ。日本語？英語で、いや、なんか日本語だとダメ、全然ダメだっダメでてす、ダメです。言ってる人が、もともと日本語は学習してないので、ほとんど。それでだ。じゃあもう英文で力試しをしたいの絶で、対英文でで、やってみて。ですよね。渡辺先生使ってみてどうです？どこが良くてどのぐらいダメって言ったのありまます？ずですね、字数制限があるんですよ。だから、4000ワードだったかな。今なんか画面共有してもらっでもたりと結か構で多いきじゃなないいでですすか。か？今画面共有してもらって、動かしてもらうとか。ちょっと待ってくださいね。今こっちで、いつもと違うコンピューターなちょっとので。ちょっと今、やりながら、できたらまたお知ペらせガーしフックおじさんが用意した文章をちょっと今打ち込んでもらうとかできたら。ああ、そうか。ちそれ、ょっと待って。どうすんですか？いやいや。チャット欄にテキストを送ってもらって、それを渡辺先生に拾ってもらって。できたら、お知らせします。わかりました。わかりました。これ読んでみてきた。One day in a forest with flowers in bloom, a girl encountered a bear. The ちょっ bear と待っ said, て、何で ran すか？ away immediately. いや、それは書かん意味とわわかかりらまん。した？それ打てないですよ、それいや、は。今、パッと先生よ、なのよ、いに。やいや、パッと読んだだけですけど、これあれですよ。森のテキス熊さんト。です。he っていう、あれを訳してみて、どうなるかなと思っテた。キストでちょっとメッセージに入れてくださいよ。そっか、テキストって、これ、コピペってどこへどうすればいいんですか？ありますよね。チャットってあチャット欄に。下ですね。チャッ多ト、分。チャット、チャット。下。これですよ。こんなん結構みんなやってそうな感じしますけどね。いや、でも、みんな、日本人だと日本語でやっちゃうから、なんだこんな全然ダメじゃんっつって結論出て終わっちゃうん日本語はで。ダメですよ。いうん、や、もだとからもね、と、やっぱ日本語り。でやってね、ダメという人はね、僕ダメだと思うよ。だって言っちさ、ゃいましたね。本来英語のもんなんだから、で、学習したのは基本的に英語なんだから、英語やらないと意味ないじゃないですか。それはそうです。そうですね。で、ねえ、と、セーラー服おじさんは TOEIC 970点やから、素晴らいしい発から、そ音れで恥ずすよ。かしいからやめてくださどうする いいじゃないですか。い。恥ずかしいよ。そのぐもうらだっいじてゃもうない20年と。も経ってて全然。いや、だからそのぐらい英語能力がないとダメなんですよ。いつも使っているパソコンに今立ち上がったんだけど、ちょっと今このズームとは違うパソコンなので、一旦もらって、このズームで、チャットに入ったのかな？入ってます。入ってるんですね。これ入れてみましょう。
あ、じゃあその画面をカメラで映してくださいよ。あ、はい、ちょっとお待ちください。あ、というかまた共有側の方が綺麗ですよね。共有してもらえばね。だけど、ですね、違うパソコンない、こっちもズームに入るか、じゃあ、あ、そうですね、アカウントがあれば。じゃあさっきにこっちのズーム入れます。で、GPT は3だけじゃなくて、J とかいう小さなバージョンも公開されてるよね。ははは。日本語ということですか？いや、違うでしょ。日本語はないでしょ。ジャパニーズの J じゃないですね。と。コンパクトなやつですね。なんか日本は日本でどっかの会社が作ったとか。ああ、はい、見ました、見ました、ね。どこだったかな、ちょっと忘れました。エライザーは、バートですね。バートタイプで、GPT タイプじゃなくて、それはエライザーの社長とちょっと話したんですけど、うん、全然違うものですという。あ、そうですか。と、それから、いわゆる学習に使ったデータ数が、うん、かなり小さい。で、うん、それは要するに日本語のデータベースっていうのが英語に比べたらかなりちっちゃいので、うん、それぐらいしかできなかったというお話でした。うん、ですね。いや、僕ね、だから日本その辺ね、やっぱりディスアドバンテージがあると思うな。うん、それはあると感じました。で、例えばね、ウィキペディア全部入れるとしたって、日本語のウィキとアメリカの英語のウィキは全然違いますからね。うん、で、今ズーム入れようとしてますけど、あ、許可いただけ、あ、だ、そうです、はい、はい、あ、おうほうほう、見えました。割とよく、ネットでもよく見ますけど、ね、よく見るやつですよね、はい、これがダヴィンチっていう、エンジンですね、先ほど言った、ですね、ここにちょっと調整するパラメーターがついてて、一番大きく効くのがこのテンペラーチャーっていう、はい、体温というか温度ですね、うんうん、はい、これを変えると非常に毎回同じ答えを出すか、もうめちゃくちゃいろんな答えを出すか、あ、はい、から確率のトップを取るか、そうです、そうです、そういうやつ、もうその確率を、無視して出すかどうかっていうのがこのテンプレ、どっちがテンプレチャーが高いほど、どう、高いほどいろんな取るんや、いろんな取るんじゃないですか、ね、で、ですね、ここに先ほど言ったもうなんていうの、1行目の文章、 The following is conversation with an AI assistant っていうのが、これ自身がもう聞いてて、うん、で、アシスタント is helpful で、クリエイティブで、クレバー、しかもフレンドリーっていうふうに設定してあるんですね、ここ。あ、うん、で、その後この AI アシスタントに対して、ヒューマン、AI、ヒューマンという形で会話が続く。うん、なので、ここの大事なことじゃなくて、なんか、冒頭を入れたら続きみたいなことはできるんですか？ここからですか？これ全部消してと。これというか、なんか、別のモードで、そうですね、なんか、これ全部消して、話の、いや、でもそのヒューマンから入れたらいいんでしょ、今の小林さんの話を。じゃあ、小林さんの話を、ヒューマン。ああ、そういうことですか。いや、会話よりもなんか続きを言ってほしいなと思ってるんですけど。いや、だからヒューマンが入れたら向こうなんか言ってくるわけでしょ。いや、会話じゃなくて、なんか物語をずっと一つずつ説明してほしいなと思ってます。そうだとすると、ここに、エグザンプルっていうのがいっぱいあって、うん、ですね、はい、どれがいいんだろう。ネイチャーラングウェイジテクスト、トゥーフレンチ。この分かれてるんですね。はい、これ全部アプリですね。だから、この GPT-3 を使ったアプリケーション。なるほど、なるほど。まあ、一度これで入れてみたらどうでしょう、はいはい、チャットで。いいと思いますよ。うん、いや、これは結局、いろいろ試してみるということですね。こっちのチャットで。これ、試してみると面白いですよ。あと、このストップシークエンスっていうので、一旦止まるようになってて、とにかく、ヒューマンという言葉と AI という言葉で止まるようになって。あ、あれないですね。すいません、ちょっと使いすぎたみたいで、お金払えっていう。うわ残念。ごめんなさい。ちょっとやりすぎましたね。あ、そういう仕掛けになってるんですか？じゃあ、これ、ごめんなさい。多分これが、マイクロソフトのお金払った部分で。うん、はい。最近、どういう作戦か。
最近あのなんていうのこれじゃいかんだろうってことで新しいお金かからないやつもできてると思いますので。オープン AI ネオだったかな。はい、そういうの。で、一旦これすみません、切りますね。はい、こういう感じで、どんどん。いや、これで結構ですよ、ね。こういう感じだっていうことがよく分かって、うん、面白かったです、うんうん。まさか、このお金払えとくる。うんうん、これはね、普通の人は誰も知らなかったことで。試し入れたらどうなる？あの、結構ネットに上がってますよ。そうですよね。ええ、これ全部消して。あ、ダメだな。お金やっぱり払わないと。そういうことです。まあ、うん、はい、まあ、それは小林さんが自分飲んでやられる。自分でお金払って、はい、来たらやります。来たら多分しばらくタダで使える。なるほど。はい。じゃあ来たらまたちょっとあのこっちでもやってくださいよ、セラフコジさん。そうですね。はい。あと、あの文章を英文で送っていただいたらどんどん打ち込みますんで。はい、じゃあとりあえず一旦これで止めていいですかね。はい、いいですね。止めますね、はい、一本。はい。